シアルティテントジェルクリームを使って仕上げていきます。こちらをファンデーションとして使っていきます。なのでもうこの山中さんもともとすごく可愛らしくて素敵な方なんですが、より立体感やツヤ感というものをしっかり出して本当に素肌が綺麗に見える今トレンドのロースキンが簡単にできるというステップをご紹介していきたいと思います。